北朝鮮の国防省はきょう声明を発表しアメリカ軍の偵察機が最近、日本海側で複数回領空を侵犯したと非難し偵察機が撃墜される事件が起きないとの保証はどこにもないと警告しましたさらにアメリカが核兵器を搭載できる戦略原子力潜水艦を韓国に寄港させる方針を示したことについて挑発的なすべての行動を即刻やめるよう要求しました